エリック・リンライトは EGE の芸名で知られるアメリカ合衆国の音楽プロデューサー、ラッパー、実業家、ヒップホップグループ NWA での活動のほか、ソロ活動、レコードプロデュース、レーベル経営を行った。ファンからは敬愛を込めてギャングスタラップのゴッドファーザーと呼ばれている。カリフォルニア州コンプトンで生まれた。10年生の時に高校を退学し、 主に麻薬の売買で成形を立て、その後ルースレスレコードを設立、ラッパーになった。ルースレスのアーティストである、アイスキューブが、ボーイズ・ザ・フットを書くと、イージーは、アイスキューブとドクター・ドレイと共に、NWA を結成。後に DJ ・イエラ、MC ・レン、アラビアン・プリンスが、グループに加わり、NWA は、アルバム、NWA& ザ・ポッシをリリース。 1988年に最大のヒット作であり、問題作ともなった、ストレートアウト・コンプトンを発表。e ージーがドクター・ドレイを契約から解放した後、グループはさらに2枚のアルバムを発表し、その後解散した。e ージーが影響を受けたのは主に1970年代のファンクグループ、同時代のラッパー、そしてコメディアンたちである。多くの批評家が e ージーの持つ、 独特の包括的なスタイルについて評価しており、オールミュージックガイドのスティーブ・ヒューイは、彼のラッパーとしてのスキルは最高のものではなかったが、彼固有の合法、大胆なリリック、明らかなカリスマが彼をスターにしたとしている。EGE こと、エリック・リンライトは1964年9月7日、ギャングの活動と犯罪で悪名高いカリフォルニア州、ロサンゼルス郊外のコンプトンに生まれた。父親は、 郵便局員、母親は小学校の理事だった。イージーは高校を中途退学したが、後に、高校卒業資格を取得している。イージーは、NWA 以前は主に麻薬を売ることで生計を立てていた。後に、NWA のマネージャーとなるジェリー・ヘラーは、イージーがマリファナを売っていたことは認めたが、コカインは売っていなかったとしている。ヘラーが、回想録、ルースレスで述べているように、 イージーがドープディーラーとして振る舞っていたのは自分自身の身を守るためでもあった。イージーはまたサグとしても知られていた。ヘラーは以下のように語っている。ストリートでは誰もが仮面をつけなくてはならなかった。丸腰で生き延びた者はいない。役柄が必要である。サグか、ラッパーか、運動選手、ギャングスタか、麻薬の売人のどれかになることになる。 さもなければ残された役目は犠牲者だ。彼の育った地区は危険な場所だった。彼は身長が低かった。サグというのはストリートでは広く認識された役割だった。それは人々があなたをファックするのを防いでくれる。同様にドープディーラーという役割もあなたに一種の特権と尊敬を与える1986年23歳の時までに イージーは25万ドルを麻薬売買で稼いでいたとされる。しかし、当時急速に成長していたロサンゼルスのヒップホップシーンでもっとマシな生活ができるはずだと決意し、1980年代中期にイージーは親のガレージで歌を録音し始めた。ルースレスレコードはイージーが80%、ヘラーが20%の取り分で共同設立された。ヘラーによるとイージーは 最初に25万ドル、最終的には100万ドルを会社に投資したという。NWA は、ドレーと、キューブが EN、ボーイズ・ N ザ・フットを作った時に結成され、メンバーは、e、EG、ドクター・ドレー、アイスキューブ、後に DJ ・エラ、MC ・レン、アラビアン・プリンスも加わった。コンピレーションである、NWA& ザ・ポッセは1987年11月6日に、 リリースされ、ゴールドとなった。翌年、1988年9月16日には、Easy のデビューアルバム、Easy Das It がリリース。当時の宣伝文句は、ウェストコーストヒップホップ、ギャングスタラップ、ヒップホップの黄金時代だった。売れ行きは、アメリカ国内だけで250万枚以上、ビルボード200では41位まで上がった。プロデュースはドクター・ドレート、DJ。 イエラが行い、リリックの多くは、MC レン、アイスキューブ、ザ・ DOC が書いた。e g ダス Dash は NWA 最大の、問題作、ストレートアウターコンプトンへの道を切り開いた。ストレート・アウターコンプトンの中の e ージーのソロ曲は、8ボールのリミックスのみで、もともとは、NWA& ザ・ポッセの中の曲だった。ストレート・アウターコンプトンで e ージーは8曲でラップし、4曲の、 作詞を手伝った。しかし、ストレートアウト・コンプトンのリリース後、グループ内の対立により、アイスキューブが脱退。グループは4人組で続くことになった。NWA は1991年にミニアルバム、100マイルズ・アンド・ランニングと、アルバム、ニガス・ヨン・ライフを発表。シングル、100マイルズ・アンド・ランニングと、リアル・ニガスがリリースされると、NWA とアイスキューブの間でお互い歌での、 のの知り合いが始まる。アイスキューブは死刑に関する曲、脳はセリンで応戦している。e ージーはアルバム、2月4ライフの12曲のうち7曲でラップしている。1991年3月、e ージーは当時のアメリカ合衆国大統領、ジョージ・ブッシュから共和党の昼食会に招待された。e ージーの代理人によると、湾岸戦争において、ライトが果たした役割によって、 EGE は大統領を助けたとのことである。ジェリー・ヘラーがバンドのマネージャーになると NWA は徐々に不仲となった。ドクター・ドレーはジェリー・ヘラーが関わるようになって亀裂が入った。彼は分割統治でゲームを支配したんだ。みんなお世話するんじゃなく、一人だけをエコビー期して、その対象が e g だった。e g は俺は、 いい目を見てるんだから、それでいいやってなもんだったと当時の様子を振り返っている。ドレーはイージーとヘラーの関係を疑い、シュグナイトを送り込んでイージーの経済的状況を調べさせた。ドレーは、ルースレスレコードと自分との契約を解除してくれるようにイージーに頼んだが、イージーは拒絶した。そして、2月4ライフレコーディング中のスタジオで、シュグナイトとイージーの間で修羅場が起こる。 イージーがガンとして、奴隷への解放を断ると、シュグナイトはヘラーを車に換金してあるんだぞと、イージーに言った。それでもイージーは、奴隷を手放すことを拒んだので、ナイトはイージーに、イージーの母の住所が書いてある紙切れを見せながら、お前の母親がどこにいるか知ってるぞと脅迫した。さすがのイージーも書面に、サインせざるを得ず、とうとう、NWA は、解散に追い込まれた。 ドレイの諸情作、ザ・クロニックの中の一曲に e ージーを侮辱するリリックが含まれていたため e ージーとドレイの中たがいは続いた。e ージーは EP イッツオン187ウム、キラの中のリアルマス・フキン・ジーズとイッツオンで応戦した。1993年9月23日に発表されたそのアルバムにはドレイが10代の頃にメンバーだったエレクトロホップバンド ワールドクラスレキンクルー時代のレースの衣装を着てメイキャップを施した奴隷の写真が載せられていた。1995年2月24日、イージーは全息の症状が悪化したためロサンゼルスのシーダース市内病院に入院したが、そこでエイズの診断を下される。3月16日にイージーは自分の病状を公表。ーーの初めての成功は12歳の時であり、 その後6人の女性との間に7人の子供を設けていた。診断が下されて1ヶ月後の1995年3月26日、アメリカ西部時間の午後6時35分、イージーは病に倒れる1週間ほど前、ドクター奴隷やスヌープドックと電話で和解していた。3月20日にイージーはファンに向けて最後のメッセージを送っている。死後、イージーは カリフォルニア州ウィッティアにあるローズヒル記念公園に埋葬された。1995年11月 EGE の遺作アルバム STR8 of the Strips of Mass 付近コンプトンがリリースされた。EGE に影響を与えたのはアイスティー、レッドフォックス、キングティー、ブーツィー、コリンズ、ランディ MC、リチャードプライアー、エジプシャンラバー、スクーリーディー、トゥードルホート、プリンス、 シュガーヒル・ギャング、そしてジョージ・クリントンである。ザ・ライフ・アンド・タイムズ・オブ・エリック・ライトというドキュメンタリーの中で、EGE は、これらのアイドルたちといつか仕事がしたいと発言していた。遺作、STR8 オフ・ザ・ストリッツ・オブ・マス付近、コンプトンのレビューにおいて、スティーブントーマス・アール・ワインは、EGE は復活したように聞こえる。しかし、その音楽はあまり想像力に富んではいない。 前進して、格好たるスタイルを作ったというより慣れ親しんだ、ギャングスタ領域にとどまり、重低音、うなるシンセサイザー、無意味な自慢に渦もれていると書いた。アルミューズジックの Easy Dust i のレビューで、ジェイソン・バーチマイヤーは、以下のように語っている。プロダクションにおいてドクター・ドレイと DJ イエラは、P ファンクとデフジャムスタイルのヒップホップ、そして1980年代ロサンゼルスの、 エレクトロサウンドを融合し、緻密で、ファンキーな、真に独創的なスタイルを創造した。それは1988年においては本当に、革命的に響いたものだった。NWA のメンバー、アイスキューブ、ザ・ DOC、MC 連は、アルバム、Easy d u s It のリリックを書いた。EP5150、ホーム4 The s h の中には、n o t y by Nature の書いた曲が含まれている。 メリーマス付近クリスマスという曲は、ミナナトワー、バックホーイート、アッテバンクロンをゲストボーカリストに迎えており、ネイバーフットスナイパーでは、コケインがゲストだった。イッツオン187ウムキラは、ギャングスタドレスタ、BG、ノックアウト、コカネ、コールド187ウム、リズム D、ダーティーレッドをフィーチャーしている。s t r ストリッツオブマスコンプトンは、BG、 ノックアウト、ギャングスタドレスタ、シュルック、イーファイン、ダーティーレッド、ミナナトワー、ロジャートラウトマン。EGE の才能について、ドレイは彼はアートキャラクターだったと述べている。EGE はギャングスタラップのゴッドファーザーと呼ばれている。MTV のリードシャヒームは EGE がラップのパイオニアだったという。彼は批評価たちにより伝説とみなされる場合もある。 アルミューズイックのスティーブ・ヒューミーは、彼は、ギャングスタ・ラップにおいて、最も議論を呼んだアーティストの一人だと述べている。1995年の彼の死の後に、たくさんの本やビデオによる電気が制作された。中には2002年の、ザ・デイ・イージー、イ・ダイド・アンド・デッド・アンド・ゴーもある。彼のすべてのスタジオアルバムと EP は、ビルボードを200にチャートインした。 彼の多くのシングル e ージー・ダス・イット・ウィー・ e w ンと、t e a リアル・マス・フキン・ジーズ・ジャスト、ターレット有能なども同様だ。1995年3月30日 EGE の死の4日後、ミシガンデイリー氏の芸術編集員、トムエラーワインは e ージーの生涯に関する特集記事を掲載した。ありがとうございます。